やっほー、夏だ、ビーチだ、水着だ、おっぱいだ、もうあたいは誰にも止められないぜ。野球ちゃん、一緒に貝殻を拾おうよ。野球ちゃんに貝殻のペンダントを作ってあげる。そんな素敵なものを俺にくれるというのか。一生大事にすると。そのペンダントもひばりのことも。ほらアスカ、あたいが日焼け止めオイルを塗ってやるよ。全身くまなく丁寧にな。自分で塗るから大丈夫だよ。カツ姉に頼むとなんか変な触り方するんだもん。皆さん、少しはしゃぎすぎではないでしょうか。今は忍びの盆踊りの真っ最中なのですよ。けどさ、誰も襲ってくる気配なんてないだろ。どうせ他の連中も楽しくやってるに決まってるさ。ひばりもそう思う。だってこんなに素敵なビーチにいるんだもん。戦いたいなんて誰も思わないよ。しかし皆さんも聞いたはず、忍びの盆踊りの勝者には神楽への道が開けると。それも本当かね。だって神楽といえば忍びの最高称号だろ。それがまさか神楽と矢倉をかけているのか。野球ちゃん鋭い。きっとそうだよ。そうに決まってるよ。みんなごめんね。ばっちゃんがわけのわからないことを言って。俺は気にしていないぞ。ひばりとの楽しい思い出作りもできるしな。確かに忍びの盆踊りにはわからないことがたくさんあります。ですがだからといって遊んでばかりというのは。相変わらずイカルガは硬いな。そんなんじゃこの夏を楽しめないぜ。何をするんですか、桂木さん。やめてください。そんなところを揉まないでください。硬いお前を揉みほぐしてやるのさ。凝ってる凝ってる、これは凝ってるわ。もみ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 。ひばりも一緒に揉みほぐす。ほらイカルガさん、もみ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 。では俺はひばりをもみほぐす。もみ。皆さんいい加減にしてください。やっぱりこんなのおかしいですわ。もっと真剣に考えるべきです。今の私たちの状況や忍びの盆踊りについて。そんなこと言われてもな。夏があたいを狂わせるしな。わかりました。では私が正気に戻してあげましょう。少し手荒くなりますよ。まだです。行きます。
今なら効いたぜ。力が溢れます。前。やるじゃん。一瞬で終わらせます。当たり前ですわ。ごめんなさい、ごめんなさい。もう大丈夫です。これからはもう少し真剣になります。ひばりも舞い上がっちゃってたよ。俺たちは忍びだというのに反省した。すまなかった、ヒカルが。分かっていただければいいんです。でさ、落ち着いて考えてみたんだけど、あたいたちはどうするべきなんだ。やっぱでも、どうしてさゆり様はヒバリたちに忍びの棒を。確かにそうですね。神楽への道が開かれるという理由だけでは戦いへの気持ちが乗り切らない面もあります。ばっちゃんには何か考えがあるんだと思う。今までずっと家を空けてたぐらいだし。こんな状況だ、俺たちから無理に動く必要もあるまい。そうですね、闇雲に動いてもいいことはありませんからね。ばっちゃん、一体何が目的なの。この評価なら妥当ですね。